福島幹線と福島東幹線福島幹線は東京電力が建設した機関系統の一つである。渡る町の大半は50万ボルトでの送電が可能なように設計された。福島第一原子力発電所で発電した電力を超高圧外輪線に連携して首都圏に送電し、また東北電力との電力融通に資することを目的にしている。 福島第一原子力発電所1号機の建設を開始した際、当初工事用の電力は、東北電力富岡変電所から66000ボルト、4500区場で供給を受けていた。しかしこれはあくまで工事用の商用量回線である。東京電力の管外、しかも従前に電源を設置したことのない浜通りで、発電所を建設したため、送電系統も、 新規に建設が必要であった。このため最初に着手された本格的な接続機関系統が福島幹線である。50万ボルト送電の仕様が具体化したのは1960年代中盤のことだったが、当船が計画に加えられたのは1965年11月15日、東京電力で最初に建設された50万ボルト機関系統である。 暴走船に次いで2番目のことで、計画時は福島原子力船とも呼ばれていた。電源である1号機の短期容量は最大でも46万キロワットに過ぎなかったが、電気出力について最終的な詰めを行う過程と同時期に公表されている。本幹線の工事準備は、暴走船が完成した1966年の後半に始められた。経過値選定では、 人家の密集地はなるべく避け、地質や気象条件のほか景観保護の観点からも検討が加えられた。当初は航空写真、ついで現地調査を重ねて関係地主の了解を取り付けていった。経過地選定後は、鉄道建設地の地質調査や資材搬入方法について検討が始まった。また、当時は50万ボルト幹線の黎明期であり、 山間部を通過するものは本幹線が初であったため、個々の材料試験、鉄道強度試験、風洞実験、タイアーク試験なども並行して続けられた。このような準備を3年近く重ねた後、本幹線は着工に至っている。建設にあたって1969年2月15日、福島幹線建設所を設置し、その後1969年3月に着工。 全体区間を2基に区分して、工事を実施、1970年3月31日に1回線、翌4月9日に1回線の環境検査を終了し、どちらも即日で運転を開始している。送電開始当時の電圧は27万5千ボルトで、渡る町、約190キロメートルの内約180キロメートルについては、同発電所の将来的な設備容量を考慮し、 50万ボルト送電を実施可能な設計とされた。経過値はほとんど標高200から800メートルの、丘陵山岳地帯である。なお、1969年度初めに行われた、同建設所からの発表では、総工費は190億円であった。福島幹線のうち、福島第一原子力発電所から新福島。 変電所設置予定地までは27万5000ボルトの設備で建設され、昇圧の対象とはなっていない。動力1971年7月号の川路、安郎の投稿記事によると、この理由は、当時の50万ボルト系統建設の考え方にあった。海岸沿いに建設される発電所からの送電に際しては、下記の2点。 から、内陸 10km ほどまでは27万5 0 0 0トで送電し、昇圧変電所を設置して50万ボルトに昇圧する2段階昇圧方式を取っていたのである。しかし、大円外設計の進歩によりこの方式は近い。将来には発電所から直接50万ボルトで送電する形に改められ、同発電所関連でも、 高年5.6号機の送電用に建設された新二葉線ではそのようになった。福島県市第18巻は技術的課題として電波障害、静電誘導、タイヤ悪性、絶縁設計等を挙げ単純な27万5千ボルト設計の延長では不十分であり、実際の昇圧送電開始までにまだ未解決の事故が残っていたとしている。保護経営電方式は 従来標準的に使用されていた距離方向比較方式を止め、位相比較方式、マイクロ波信号伝送を採用し、トランジスタ化と装置の二系列化を図った。距離方向比較方式の欠点として認識されたのは、下記の事項である。これに対して、位相比較方式の利点は、下記の通りである。なお、当初は、距離方向比較と同じく、キャリアリレーの信号は、 電力線搬送方式だったが、位相比較方式の特徴である、情報量の多さに対応してマイクロ波電送に切り替えた。鉄塔は基礎コンクリートに埋め込まれた最下端の部材から一本ずつボルトで締結して、組み立てられていった。平地での建設の場合、部材搬入はトラックで十分だが、山間での建設の場合には、付近の道路から先は、 簡易作動やヘリコプターを使用しなければならなかった。ネックは地上である程度部材組み立てを行って、吊り上げ用デリックやクレーンなどで釣り上げる過程にあり、山間では大型のトラッククレーンは使用できず、デリック仕様の場合も大型化するとそれ自体の搬入、設置に難があることで、細かい部材に分けて吊り上げ、上部で取り付け作業を進めなければならないことだった。 前田博士は、まだまだ改良の余地がたくさんありますと述べている。鉄塔1機あたりの作業チーム編成は10から15人で、鉄塔の上で作業する者は5から6人、残りは地上での部材仕分け、釣り上げ時の合図などに従事した。1機の後期は熟練したチームで、約20日、平均で約30日程度であったという。 工事再生期は1969年10から11月で約110班1300人が建設工事に従事していた。2期工事にて第10工区を担当した関電工の場合、下記のような記録が残っている。終点は当時第2東京開閉所と呼ばれ、昭和後新古賀変電所と解消された。バンク容量300万区は、 当初は先行して50万ボルト送電線として建設されていた暴走線の昇圧に合わせ、1972年6月より50万ボルト変電所として会社の予定であったが、実際には、同初は1973年5月に昇圧した。本幹線と暴走線などが接続されるため、重要拠点として2ユニット形式を採用した。 福島幹線が開通したことで、建設所にて2万区場の受電が可能となり、本格的なシーケンステスト、モーターテストを行う条件が整う手はずとなっていた。1972年度には新都知事変電所への引き込み線が追加工事された。昭和の予定は当初計画より変化が見られる。動力1971年7月号によると、蓋は開閉所に設置される、 福島昭圧変電所は1973年度から1974年度に建設を予定していた。電気新聞によると、1973年1月頃の予定では、福島幹線の昭圧予定は1973年度末とされていた。1973年6月時点でも、同年12月と明示されたが、新福島変電所に設置する、 短期容量100万区場の変圧器の搬入が地元の原子力発電反対派に阻止されたため最初の一機を搬入したのが1974年7月となり昇圧工事は遅延した。上述の事情から1974年春の予定では1975年2月に延期された昇圧は変圧器搬入開始後、車砲、 東電1974年10月号では当線、及び福島東幹線の50万ボルト昇圧、及び蒸気新福島変電所の新設は1975年とされ、さらに遅らされた。1975年に入ると新福島変電所の設備も据え付け工事が終わり50万ボルト昇圧に向けた各種試験、通産省による官長検査が進められていた。 1975年4月下旬には、送電を一旦停止し、ゴールデンウィークを利用して、昇圧関連試験を実施した。主な試験内容は、初加圧試験、変圧器0時試験、変電所耐圧試験、リレー、遮断機の動作テストなどであった。そして、5月17日夕方、艦長検査を終了、50万ボルトでの送電を開始した。東京電力管内では、 暴走線、新袖ヶ浦線に続く3番目、日本全国では4番目の運転開始であった。東京電力は1970年代後半、北部総変電建設所が担っていた、山岳地での50万ボルト送電線建設に際し、当面は当線などの建設経験をベースに、鉄道公延長による、ちょっとした地上高の確保を行うことで、沿線時に同、それが、 山岳地の過酷な条件に比較しいかに甘い見通しであったかを知る者は当選が進行した段階では同社内には存在しなかった。ありがとうございます。